レトロニュース、今日も見てくれてありがとうございます。2023年4月で大阪メトロが5周年を迎えたって知ってた？5年前に民営化して大阪市交通局から大阪メトロに変わったんですよね。大阪メトロ5周年おめでとう。拍手。大阪メトロの企業理念、私たちは最高の安全安心を追求し、誠実さとシャレに精神を持って大阪から元気を作り続けますのもとに走り続けた5年間を少し振り返ってみましょう。私が最初に思いつくのはやっぱり可動式ホーム柵の全駅設置を決めたことかな。整備のスピードが大幅に加速したと思うの。あとは駅の大規模リニューアルかしら。駅に行くことが楽しみになるような魅力的なデザインでワクワクするわ。そうだね、僕はオンデマンドバスが印象的だったな。乗りたい時に乗りたい場所から行きたい場所まで行けるから便利なんだよね。しかも絶対に座れるしね。もっともっとエリアが広がれば嬉しいな。オンデマンドバスの定期券を持っていればお得に買えるサブスクチケットの実証実験も始めたわね。本格的に始まるのが楽しみ。2人とも交通サービスだけじゃないですよ。大阪メトロ初のレストランやフードトラック事業などいろんなことに挑戦しているんです。駅外といえば初の分譲マンションメトライズタワー大阪上本町もあるわ。私もあんなところに住んでみたいわ。大阪メトログループ共通で使える大阪ポイントも始めましたよ。リニューアルしたホワイティ梅田でご飯を食べてポイントを貯める、お得ではないか。大阪メトロって鉄道の会社だと思ってたけど、いろんな事業を始めているんだね。そうね、交通サービスはさらなる利便性や安全性の追求を、生活サービスは新しい事業への挑戦を進めているわ。交通サービスと生活サービスを掛け合わせて大阪をさらに便利な都市にしていくらしいよ。大阪の街が発展していくことを想像したら嬉しいね。今のうちに大阪の移動と暮らしを便利にする新しいアプリ e メトロもダウンロードしておくのがいいですよ。さらに万博に向けて新型車両400系や顔認証、QR コード、VISA のタッチ決済に対応した改札機も導入するみたいよ。万博会場では自動運転バスも走らせるらしいし、これからの大阪メトロの取り組みにも期待ができますね。メトロニュースでもどんどん発信していくよ。大阪メトロライト。今回の話はここまで。次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。